あ、ちなみにメンバーで一番初めに見てくれたのは多分レナちゃんとユーズが多分一番初めにこの写真集を見てくれて、でレナちゃんも今日見たよってお話ししてくれて、今度またもっとゆっくり見るねって言ってくれました。ミューズも言ってくれた。ありがたい、嬉しいなあ。あ、てんちゃん、てんちゃんはそう、ちなみにちなみにその表紙がこちら4パターンあるんですけど、じゃあ誰がどの表紙好きだったかちょっと発表していっちゃおう。通常版はひちゃんは、森田ひかるちゃんはこの通常版が一番好きって言ってくれてまして、だったかな、うん、言ってくれてまして、これ猫ちゃんみたいなこちらの表紙はてんちゃんが一番これが好きって言ってくれて、あとねりかちゃん、石森りかちゃんもこれ好きって言ってくれてて、おう、これはもう多いな、これ多かったな、覚えてないぐらいなんですけど、あのしずきちゃんとかあいりちゃんとかもこれが好きって言ってくれてたし、表紙というかこのカット、このカットが好きって言ってくれてて、そう、いつもお世話になってるメイクさんとかもこれを押してくれてました。はい、うん、良かったな、これは。あ、れなちゃんとかもそう、これって言ってた気がする。この表紙は石森りかちゃんが一番初めにこれが好きって、一番これが好きって言ってくれて、その石森りかちゃんって3期生なんですけど、私は2期生で、憧れだって言ってくれているんですけど、りかちゃんは。なんかその、私が、その、グループに入りますって、加入しますって発表された動画を見て好きになってくれたんですよ。だから、私のアイドル歴とりかちゃんの私を、押してくれてる歴、好きでいてくれてる歴がずっとその子なんですけど、ずっと同じ年数なんですね。その子が選ぶのがこの表紙って、なんかめっちゃわかるなって気がしません？なんかアイドルの私をずっと好きでいてくれたリカちゃんが好きってこれを言ってくれたのがすごいなんか納得しちゃったというかね。でも全部、あ、でもこれも好きなんですけど、あ、でもこれも好きなんですけどって結局全部言ってくれました。嬉しいリカちゃんでした。そう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 。メンバーからもそうお祝いしてもらって嬉しかったです。みんなが何回もお誕生日おめでとうってその言いに来てくれたり、3期生ちゃんはこそっとみんな来てお誕生日おめでとうございますみたいな感じで言いに来てくれて、可愛いな、嬉しいなって思っていました。生まれてきてくれてありがとう。お母さんからその LINE、 あお母さんからその連絡来たな。ありがとうございます。お、誰が一番に祝ってくれた、誰だと思いますか？森田ひかるちゃんでした。ひーちゃんに一番だったって言ったら、やったーって言ってました。ありがたい、うんうんうん、そうなんです。マシではない、そうですね、わしから連絡来なかったな。